雨。はい、この左手に見えてきた公園でございます。だろうね。いい公園じゃないか。何ここ、まあ、雨降ってるけどちらっと見てみます。そんなの、ね、車の中から何も感じない。あそうだ、本当だ、感じる、すげえ。多分俺と視聴者は今完全に置いてきぼりだ。で、え、感じるんですかこの公園。うん、感じるぞ。強いの。いや、弱い。来た、うん、うにょうにょかわかんないけど。そう、この公園が、そのなんか、姉川のそれと一緒になんかそういうなんか変なもの見えますよみたいなことを視聴者さんの一人が言ってたから、あのじゃあ行ってみようじゃないかとわざわざ突き止めましたよね。写真撮ってていいのかな。いいんじゃない。夜公園と夜雨の中写真撮って何してんのと本気で思うけど。そうか、でもちゃんとなんか反応あるんだ。反応あるね。結構きついな。だんだんきつくなってくるね。あった、本当やね、すごいな。すごいな。多分そっち、はい、出れんやろ。あー、うん、駐車禁止って書いてあるぞ。怒られるやつじゃないかなと思ってたら大丈夫だろうだな。ちょっと探そう。よいしょ。駐車禁止って書いてた黄色いライト。ここ心霊で有名なの。いや全然。あ、そうなの。その視聴者さんのコメントだけですよ。オーブ取れるか検証ではないのですか。雨降っとるもん。だから今俺悩んどるんやて。雨とオーブの境がないやん。窓ガラス濡れないけど雨降ってる今。パラパラとしとるんやて。ないよ。あ、そんなないよ。そう。ちょっと降りてみてください。ないよ、雨なんか。はい。でもこれ夜中にいても多分あれなんだよな。人はそこは車通ってると思うんだよ。ここ本当にこの公園？はい、この公園だって言われました。なんか違う？うん、あの木とあそこになんか変なもの木かな、あれ。木？真ん中のあれ？うん、あれ木なのかな。よし、歩いて行ってみよう。どっから入るんだ。近寄っていい感じですの。全然いいよ。目立つな、このカメラのグラスは。よいしょ。目立つでしょう。そんなバリバリ強いのがいるわけでもない。うん、全然。うん、でも普通に場所としてはいい公園なんだよね。まあ広い、なんていうの、走り回れる場所にベンチがあって、トイレがあって、滑り台があって、これ真ん中に木っぽいのがあるけど、これは何なんだ。すげえな、ベンチが、こ
暗くて分かりづれえな。ベンチがあるけど、これで？うん、木ですな。こちら。見てこれ。うん？夜景モードめっちゃ綺麗じゃね？あ？昼じゃん。なあ。すごくね？あれ木やった？あ、木か。はい、木です。あれが一番やばいね。あの木が。あのさ、何その片手間感。え、この木がめっちゃやばい。ダメだ、今回のかっちゃん役に立たない。聞こえてた。うるせえわ。バカ、うん、一回はやりたかったんだよ俺これ。すげえ、めっちゃ綺麗。やべえぞこれ。ライト持ってくるべきなのかな。すごい、携帯のライトすごく明るい。めっちゃ綺麗。記念写真撮っておいて。本名言おうたな。後ろ姿で撮っておいてるわ。後ろ写真の記念撮影ってなんだ。もうちょっとこっちに入って。こっち。すげえなこれ。うわやべえ、スマホのカメラの味すげえ。あれ心霊は。ごまかしてるだけなんですけど。あ、強いの？じゃあここすごいの、うん、すごいよここは。おー、いやもうカメラにしか感動して、今回役立たずだと思って。うるせばな。趣旨を忘れるか俺が。うん、急にどうしたって思ったもん俺。あ、ほら、このジャンバーにオーブがいる。しっかり背後に取り憑かれてやがる。いや、垂れるまた面白いですね。笑えた今。小泣きじじいがごとく抱っこされてるんじゃないか。同じシーンで撮っとるやん、遠く、うん、ほら、ないやろこっち。こっちもうポンとついた。あ、広がらんねこれ。マジウケる。うん、もうあれだけだな。折れてる、折れてる木だけ。ここの例はどんな感じ、なんていうの、お亡くなりになった原因はって言ったら分かります。今、コンタクト取った方がいい。ねえ、人がこっち見とるんで大丈夫。まあ、夜カメラパシパシ撮ってたらな、何事って思うもんね。いや、この枯れ木です、これですね。今コンタクト取るんけど、コンタクトが返事が来ない。うん、返事来ないね。でもすげえな、なんか滑り台とかもあって、ちゃんとなんか広くていい公園じゃん、ここは。真ん中開けすぎじゃね。むしろこのベンチなかったらもっと広く遊べるんだけど。なあ、ここの中央にあるベンチが邪魔だな。でもここに座ってんだよね、一人。うん。ん？何今の一人という不穏な単語。一人ここに座ってんだよ、老婆が。なんで？俺は完全に今家族団らんできている、そのなんていうので、子供がここでこの広いフィールドで遊んでる、で親御さん、親の方々が座ってる的なのを想像してた。だけどこれ見て、うん、コーヒーない、ほらほら、なんか。え、それ本当だとしたらなんかやばいんじゃねえのここ。完全首から肩から手超えてあるよね。あー、これが心霊でなんか取り扱われるネタなんやなって思う。そうやね。なんだろう、姉川ほどではないんですよ。寒い。寒い。
帰る撤退夜景モードいいなもうどっちのこと言ってんのかわからないすげえな今のスマホ何は